偏差値70で期待して入ったら、ろくに勉強しない中高大異観光でした。高速が頭おかしく、バイト恋愛男女のライン、外であるのが禁止でした。職員室に行って抗議したら、向き禁止になったのでやめました。ちなみに高速には乗ってませんでした。友達殴って気絶させた方は、妊娠2日でした。N 校楽しいです。ナトンさんによろしくお願いします。恋愛禁止について、ひろきさんはどう思いますか？偏差値を高くするためには、勉強の時間を多くとって、それ以外のことを何もしない、スパルタ式でやった方が、うまくいく確率は上がるんですよ。偏差値が高いことに人生何の意味があるのっていうのは置いといて、偏差値が高いのを維持しようとすると、多分そういうことになるっていう。で、ほっといてもちゃんと勉強する賢い人を集めていくっていうのと、大金を親に払ってもらって、そんなにやる気のない子たちに無理やりいろんな勉強だったりを強要することで、なんとか偏差値にするっていう高校の2つのタイプの中学校高校とかあると思うんですけど、どちらかというとあんまり頭のよろしくない高校をお金払ってなんとかする系の学校だと思うんですよね。大学受験で東大に3割ぐらい入ってる鉄力会っていうあの塾があるんですけど、代々木にある。それってある程度自分で勉強できる子たちが集まってひたすら勉強しているっていうところで、その対極にある感じのがあの美鈴学園っていうところで、電車の広告とかで見たことある人いるかもしれないですけど、ヤマトタケルとかヒミコとかのコスプレをしてるおっさんの塾の広告って見たことないですか？あれが全寮制の医薬系の大学に無理やり突っ込むっていうところで、要は頭は悪いけど金がありますっていうお医者さんの子供とかを全寮制に突っ込んで、ひたすらスパルタで教育して、なんとか医薬っていうお医者さんになる学校だったり、薬剤系の学校に突っ込む、そういうタイプの勉強の仕方をするところで、なのでいろんなタイプの学校があって、どっちの方がその人に向いてるとか、親にとってお金的に払えるとか、そういうのがあったりするので、なので一概にどちらが正しいっていうのではないんだと思うんですけど、この偏差値70で入った子っていうのは元々地頭がいいタイプだと思うので、 N 校でそのまま東大とか受かればいいんじゃないですかね。 N 校出身で東大受かった人ってまだいないんだっけ？私あれ一人だかな。すいません、本当もちょっと忙しいとこ申し訳ないですけど、チャンネル登録してもらえるとありがたいんですけど、難しいですかね。